今回はですね、ドネドネのね、月額0円で利用できるね、エントリープランで、 discord が使えるかどうか、ちょっとね、見ていきたいと思います。で、このディスコードっていうアプリはね、私も名前は聞いたことがあるし、結構有名なアプリだと思うんですけれども、ただ実際にね、使ったことはなかったんですよね。まあ、なんかゲームする人たちがチャットするようなね、まあコミュニケーションを取るための、まあ、アプリということで、まあ私はね、ゲームを日常的にやっていないので、ちょっとね、えー、そういった形でディスコードを使う機会っていうのはなかったんですけども、で、今日ですね、あのー、まあこれをテストするにあたって、 実際にね、アプリを入れてアカウントを作ったりして使ってみたんですけど、まあ、まあ確かにですね、なんでしょうね、こう、LINE とかだと、やっぱりこう、リアルな人とやり取りしてるんで、まあなかなか逆に言うとね、そのネット上の人に教えにくいって言いますか、例えば本名に近いような形で登録していたり、その辺のね、やっぱりそのコミュニケーションの関係性が、やっぱりネットだけのね、例えばゲームをね、ネットでやる人たちと、やっぱリアルの人と違うんで、まあその辺で LINE ってちょっと教えにくかったり、あと LINE ってやっぱその、アカウントの管理が結構厳格すぎて、 あの、前もね、あの、いろんなテストしてますけれども、他のね、端末に入れたりとかね、えー、一体の端末で同じアカウントを管理したりするのが非常にやりにくいんですけれども、まあ、このディスコードはですね、そのアカウントを作るのも、確かメールアドレスと生年月日と、あとパスワードだけね、設定すればすぐ利用できますんで、 まあその辺もですね、簡単に結構気軽にアカウントを作って、相手に教えたりとかですね、そういったコミュニティに入っていけるということで、その辺のね、なんでしょうね、匿名性が結構維持されながら手軽に使えるっていうところが、結構人気の秘訣ではないかなと思います。 で、基本的にはね、まあ、ああの、チャット系のアプリって言いますかね、チャットとか、当然音声ツアーとかできるんですけども、ただその辺がね、ちょっとこう、コミュニティを作るような感じで、まあ、いろんな話題で、一つの話題でこのチャンネルを作るとか、えー、違ったね、別の話題でまた違うチャンネルを作るみたいな感じで、なんでしょうね、そのコミュニケーションする場所をですね、まあ、何個も作れて、結構それをこうね、え、管理できるって言いますか、 あの、使いやすくね、えー、話題によってそのチャンネルを切り替えるみたいな感じで、まあなかなかね、そういった、なんでしょうね、まあ1対1で、あのー、ね、コミュニケーション取るというよりは、まあ大勢の人たちがこうワイワイね、いろんな話題で盛り上がれるような、まあ、なんかそんなようなアプリになっていると思います。まあちょっとですね、だからディスコードのその本質というかね、本当の使い方っていうのは私は知らないんですけれども、とりあえず今日はですね、その、まあ簡単なチャットとかね、音声ツアーができるかどうかやってみたいと思います。 それではね、とりあえずスピードテストやってみたいと思います。まあ、どれどれの、ね、エントリープランは月額0円なんですけれども、128kbps っていう低速なんですけれども、まあ、実際測るとね、128kbps もほとんど出ていないんですね。私がやった時はだいたい9 0ロ b p s とかね、まあ下手すると 50kbps ぐらいのかなりの低速になっています。 えっと、今ね、えー、時間の方は21時59分10時ですね。夜の10時ですけれども、ちょっとスピードテストやってみたいと思います。まあ、あそこそこ空いてくる時間ではないかなと思います。せーの、ドン。スピードテストの方の結果が出ました。今日は調子がいいですね。えー、0 1ガ b p s と、アップロードも0.1ということなんで、100 1 0 0 b p s 一応ね、えー、アップロードもダウンロードも出てるということです。 まあやはりですね、人の1 2 8ロ b p s には届かないんですけれども、まあね、私が測った中ではそんなに悪くないと思います。まあこの超低速でですね、ディスコードのね、チャット音声通話ができるかどうかやってみましょう。それではですね、1 2 8ロ b p s も出ていないですね、低速モードでディスコードでテキストメッセージですね、チャット送ってみたいと思います。で、こちら側が広報4 g なんてなってますけど、こちら側がドれドれの SIM カードが入っています。で、こちら側ね、通常の Wi-Fi で接続をしています。 ま、こちら側から、こちら側に送るっていう感じですかね。えー、メッセージを送りたいと思います。とりあえずテストで、こんにちはと送ってみましょう。いきますよ。送信しますよ。送信はい、こちら側ですね。 ま、ほとんどね、えー、問題ない感じですね。まあ、LINE のトークも問題なかったですけども、やっぱりね、この超低速でもね、本当にテキストが短いし、本当にデータ量少ないんでしょうね。まあ、一瞬で届きますんで、まあ、このね、テキスト、短い文章のやり取りだったら特に問題ないと思います。それでは次はね、えー、一応今度ね、どねどねのね、えー、s シムカードが入っている端末からこちら側へテキストメッセージを送ってみましょう。こんにちはですね。 で、これ打ってるとね、ここにね、入力中って出てくるんですね。まあ、この辺もちょっと使いやすいかもしれないですね。こうリアルタイムでね、チャットしてるときなんかは、まあ、意外とね、コミュニケーションが取りやすいのかなと思います。それでは、こんにちは、送ってみます。送信。はい、すぐこっち来ましたね。まあ、特にね、その Wi-Fi で使ったり、まあ、そのね、いわゆる高速通信で使っているときと、まあ、さほどね、変わらないし、まあ、多少ね、もし遅れがあったとしても、これぐらいのね、遅延であれば全く問題ない。まあ、むしろ遅延はしてないという感じですね。 それでは次はね、画像送ってみましょう。もちろんね、えー、このディスコードも画像なんか送ることができます。じゃあこの写真を送信。こちら側からね、こっち送りました。はい。やっぱ画像出てこないですね。受信してるあ、出てきましたね。サムネイルは結構パッと出てきました。まあこれやっぱり LINE と同じような挙動ですね。まあここのね、えー、小さい画像であれば結構サクッと出てきますんで、えー、このサムネイルで見てる分には特にね、そのどれどれの、ね、低速のシムカードでも問題ないかなと思います。 じゃあこれをタップして、まあ大きくね、表示する。まあそのためには多分ダウンロードすると思うんですけれども、ちょっとやってみましょう。タップします。そうですね。やっぱダウンロードしている感じですね。あそれでも意外とすぐ表示されましたね。これはさっきのサムネイルと同じかな。ここになんかね、えー、ダウンロードマークみたいながあるんで、これをしてみましょうか。これをしてみる。んもう一回押してみる。うん。 ダウンロードされてるかどうかも低速すぎてわかんないっていう感じなんでしょう。これダウンロードかななんか押しても反応してないっていう感じですね。まあ、ただここでそれなりに見えてますんで、やっぱりでもあれか、あ画質は落ちてますよね。うん。まあ、ただやっぱりチャットの画面でね、写真を確認するという部分であれば特には問題はないかなと思います。はい、さっきね、やたらタップしてましたけど、やっぱりね、ダウンロードしてましたね。 だからやっぱりこう瞬間的にはね、ダウンロードされなかったんですけども、まあ時間かかってますけれども、一応ね、ダウンロードはできましたという感じですね。<laughs> ちょっとタップしすぎてどんどんダウンロードしますね。それではじゃあ逆にこちら側からね、画像送ってみましょうか。じゃあこの画像を送信。ああ、やっぱりここね、こうね、アップロードが横にね、こう進んでますけれども、やっぱりちょっと待たされる感じで写真はね、504キロバイトなんで、そんなに写真としては大きくないと思うんですけど、 ま、結構ね、待たされてますね。こっちはね、一瞬で遅れましたよね。Wi-Fi の方は一瞬で遅れましたけど、やっぱりドネドネの方はアップロードに時間がかかっています。まあ、ただ進んでますんでね、まあ、待てればね、写真なんかも普通に遅れちゃうんじゃないかなと思います。もうすぐね、送信が完了しそうですね。そうすると、こちら側に出てくるはずです。今、送信が終わったのかなこっち側出てこないですね。 それか完全に終わって、あ、今行きましたね。えっ、ー、と、今行って、ここにね、ちゃんと出てきました。ただ、こっち側が消えちゃってますね。ちょっとやっぱね、通信がね、えー、貧弱なので、通信環境が貧弱なので、この辺の画像が消えたりしてますけど、ちゃんとね、相手には届いています。どうしちゃったのかな、これ。 はい。それでは次はね、音声通話やってみたいと思います。で、このね、i s c o r d はですね、なんかね、チャンネルを作って、その中でね、こういろんな人と会話をするっていう感じになると思います。もちろん1対1でもできるんですけれども、やっぱり主な使い方はそういう風にね、まあグループで、まあ会話するっていうことだと思います。なので、とりあえずね、ボイスチャンネルで、ドレドレ通話というね、まあ仮のね、えー、そのボイスチャンネルを作りましたので、まあここでちょっとね、音声通話してみたいと思います。もしもーし。もしもーし。 今日の夕飯は何ですか冷しゃぶです。冷しゃぶは美味しかったですか美味しかったです。こっちの声はなんか響いたり、遅れたりしてますかしてません。全然聞こえるうん。うん、音量とかは大丈夫うん。 えっと、今ですね、実際にディスコードの、まあ、音声通話って言いますかね、ボイスチャンネルで、娘とね、会話をしてみましたけれども、 結構ですね、普通にね、利用できましたね。その低速でも全然問題なく利用できました。で、結構音質も良かったですね。まあ、以前にですね、スカイフォンっていうね、えー、IP 電話のアプリもやってみてましたけど、まあ、あれも結構ね、その低速だったんですけど、そこそこね、しっかりと、あの、聞こえて、まあ、音質も悪くなかったんですが、この i ィスコードについても悪くないですね。まあ、普通に会話も成り立つし、そんなにこう、聞き苦しいっていうところまでは悪くないかなと思います。まあ、なので、えー、ね、月額0円の超低速ね、えーどね どれどれの、ね、エントリープランでも、まあ、ディスコードは、ねまあ、チャットとかあの音声通話ぐらいだったら特に問題なく利用できるんじゃないかなと思います。まどれどれの SIM カードはですね、まあ、やはりね他のアプリも含めて、まあ、チャットと音声通話だったらかなりね、えー、いろんなアプリでも利用できるんじゃないかなと思います。逆にやっぱりねビデオ通話は、まあ、どのアプリを使ってもちょっと厳しいかなという感じです。 今回はですね、まあ以前から引き続きね、えー、やっています、どれどれのね、えー、ゼエ円支部の、まあ、検証なんですけれども、まあ何回かね、まあ LINE やったりとかですね、えー、当然ブラウジングとか Google マップやったりとかですね、あとそのスカイフォンやったり、まあ前回ゼロもやりましたかね、ゼロやったりですね、えー、で今回ディスコードっていうね、アプリをやってみましたけれども、まあやっぱりその最低限のコミュニケーションツール、連絡手段としてのそのね、チャットアプリとか音声ツールアプリだったら、 まあ、ギリギリ使えちゃうかなっていう感じですよね。まあ、何種類かアプリ試しましたけど、全く使えないっていうものはなかったので、まあ、そういった部分で言えばね、まあ、0円で維持できる SIM カードとして、まあ、十分ね、利用価値はあるんではないかなと思います。 で、このドネドネのですね、まあ、エントリープランなんですけれども、ま、あちょっとね、あの、申し込みが殺到したということで、まあ、新規の受付をね、一時こうね、停止していたんですけれども、まあ、今ね、あの、再開されていますので、もしね、あの、欲しいという方はね、申し込みができるようになりましたので、申し込みはね、一応、現状はゲットできるんじゃないかなと思います。まあ、ただね、最初その祭りになった時は、その初期費用も無料だったんですよね。今は初期費用はしっかり取られますんで、3300円ですかね。まあ、だから3300円払ってもいいという方は、 は、一応ね。0円シムゲットできますんでまあ、正直ね。いつなくなるかわからないかもしれないので、まあね。3300円の出費あります。けれどもまあ、1枚持っていてもいいんじゃないかなという感じはします。はい、今回は以上です。